人・物・金をテキサスへ CCIM のルークですトルコ大統領選挙の決選投票が5月28日投開票され現職のエルドアン大統領が再選されました20年にわたりトルコを率いた政権がさらに5年間続くことになります 投票率は八十六パーセント。一回目の八十七点ゼロパーセントに比べると低下しましたが。これは高い水準です。例えば二千二十年。アメリカ大統領選挙は百二十年ぶりの高投票率とされましたが。その時の投票率は六十六点七パーセントでした。日本でも高いと言われた二千二十一年の。 衆議院選挙は五十五点九パーセント。まあインドで高いと言われている。二千十九年。総選挙は約六十七パーセント。ということで。トルコは際立って高いです。トルコの大統領選挙で。決選投票が行われたのは初めてです。五月十四日に。一回目の投票では。エルドアンの。 投票率が49.5%で当選に必要な過半数に達しませんでした同じ日の議会選挙ではエルドアンの与党連合が過半数議席を獲得しています今回の選挙の争点は事実上エルドアン政権か否かということでしたエルドアンは特に 彼のの政権の前半、高成長を実現し首相に就く前の2002年にトルコの一人当たりの GDP は3,600ドルだったのを2013年ままでに3倍に倍伸ばしました。近年の成長重視の極端な金融緩和策の副作用で通貨リラが急落し インフレ率は足元で40%を超え経済混乱への不満が強まっていました強権的な政治手法への批判もあり経済の正常化や民主主義の強化を訴えるクリテチナルオール候補を相手に苦戦をした形ですただ、病院や道路などの 社会インフラを整えたエルドアンの実績を評価する声は強いです。結果として、決選投票ではエルドアンが52%、クルチダル・オールは48%でした。エルドアンがこの逆風の選挙を制したわけです。政教分離の原則に基づき、 かつて公共の場で禁じられていた女性のスカーフ着用を解禁したことなので、多数派の経験なイスラム教徒の支持も得ています。ウクライナに侵攻したロシアのプーチン大統領とは緊密な関係を維持し、プーチンは今回のこの勝利を受けて祝意を表しました。 主権を強化し独立した外交政策を追求する努力をトルコの国民が支持した証拠だと言っています一方、ウクライナのゼレンスキー大統領は我々はヨーロッパの安全と安定のために互いの協力を深めパートナーシップを強化していきたいと祝辞を述べました エルドアンと個人的に良好な関係を保つトランプ前大統領は「大勝利当然の勝利おめでとう私は彼のことをよく知っており友人でもある」「彼はトルコという国を傑出し尊敬を集める新たなレベルに高めてきた」と祝辞を述べました。 一方のバイデン大統領は NATO の同盟国として二国間の問題や共通のグローバルな課題に対し引き続き続協力しししててていいいることとを楽しみしていると言っています。まあ、そのほかイギリスのスナク首相であるとかサウジアラビアやイランエジプトなどの中東諸国の指導者らも相次いで祝福をしました。 エルドアンはヨーロッパやアメリカ、中国、ロシアとも深い関係を持ち、意外な国の首脳たちとも人脈を築いてきました。エルドアンの独特な外交姿勢が現れた形となっています。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。